はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムエコーズで続きをやっていきましょう。いよいよルドルフとの決戦になるのかな。まあ、とりあえずこのリゲル城のとこまで行きますか。リゲル城攻略戦。そうか、要塞が破られたか。はい、解放軍がこの城に押し寄せるのも時間の問題かと。よかろう、ならば迎え撃つまで後のことは頼んだぞ、マッセナ。はい、すべて陛下のお心のままに。お待ちください陛下。ベルクトか。陛下、なぜ私には出陣をお許しくださらないのです。確かに国境では失態を演じました。ですが今度こそ。二度も同じ敵に敗れた者が世まいごとを。我がリゲル軍に無能の輩はいらぬ。おとなしく見ておるがいい。そんな、陛下どうかご慈悲を。陛下、おじ上。まあ、とりあえずマップを見ますか。自分たちはここに固まってるかな。まあ大体こうだよね。敵に有利な地形になってるよね。まあ、こっち攻め込む側だからね、しょうがないんだけど、弓兵多いな。これもう射程は？てかさ、ルドルフここにいたらさ、ここら辺からさ、弓でぶっ倒されんぞ、こいつ。大丈夫か？ここはちょっとまたロビンをここら辺に配置して、でみんなロビンに群がってきたところを迎え撃つっていう、そういう作戦でいくか。じゃあとりあえずこのまま戦闘開始しよう。リゲルの勇敢なる兵士たちよ、よくぞここまで私と共に戦ってきた。だが時すでに遅く、リゲル帝国の命運は尽きんとしておる。聞け皆の者、私が倒れることあらば、その時は潔く降伏せよ。ソフィアの若き将軍は情けあるものと聞く。よいな、命を無駄にするでないぞ。あの人が皇帝ルドルフ、なぜだろう。みんなを苦しめた敵のはずなのに、憎いとは思えない。むしろ懐かしいような。この感覚は何なんだ。おい、どうしたんだよアルム。とうとうリゲル城に攻め込むってのにぼーっとして。気合い入れろよ、そんなんじゃ負けちまうだろ。ああそうだね。よし行こうみんな。まずはロビンを動かそう。任せろ。さすがにここからじゃ届かねえな。ここに置いて一発じゃ倒せないか。ハンターボレーは？ハンターボレーも無理か。クリティカルだな。クリティカルが出ればなんとか倒せる。よしやろう。シャキーン、きたー。まず一匹。俺だってできるんだよ。さて、あとは射程に入らないように、アルムとかちょっと前に出しとこう。マチルダも前に出して、エフィとかもすぐ援護につけるようにしておこう。お任せください。任せてくれ。魔法部隊かな。本当にね、活躍の場面がなさすぎる。あ、あとこいつか。ティータで、いつでも回復できる位置にしておこう。これであとは来るね。集まってくるね、やっぱり。シャキーンとはならないか。もう一回来たー。よし、さすがロビン。本当はね、援護を入れたいんだけど、援護を入れると多分狙われるからね、他のやつが。まあ、50% くらいあるからね。よしよしよし、2回に1回は発動するものと期待して OK だ。それすなわち倒せる。いいねいいね、さすがだよ本当に。よしやったぞ。ん、
こっち側から来るのか。え、これちょっとさ、一斉に来すぎじゃないか。それこそ壁が必要だよな。棒ナイト、ゴールドナイト、しかも盾持ちかよ。ディフェンスめちゃ高いな。そこはやっぱりマチルダとジークを前線に出して、後ろからロビンで迎え撃つか。回復はしておこう、リブロで。ありがとう。アルムもちょっとここら辺に置いとく。グレイ、ルカとかね。そういや経験値が溜まってるけど全く使ってないな。まあ、こいつらは遊撃部隊として少し後ろからいつでも行けるようにしておこう。で、ここから街で行こう。弓は多分ね、後ろから狙ってくるからね。うわ、やっぱり強いわ。クリティカルにかけよう。これで終わりだ。命中率は 100%。 もう1回は打てないのか、マジか。で、ちょっと的押し系はここから出そう。まあ、ルカは多分ね大丈夫なんだよね、食らっても。一歩ずつ前進するか。あれ、これ大丈夫だよね。わからん。これチケ回せるんだっけ。回せないよね。ここは、あ、いけるな。ってことはここに行くとわりかし狙われるんだ。こいつらも怖いから、まあここに置いとこう。とりあえずターン終了。どんくらいよ。おお、かわした。グレイ狙いか。おお、いいねいいねいいね。やはりな、ちょっと弓で一気に狙われるときついものがある。今回たまたまかわせてるけどさ、ゴールドナイト対ゴールドナイト、硬い。やはり硬い。やつは逃げてった。弓兵を排除したいね、やっぱり。うわ、こいつらなんだ、特攻持ってんのか。ナイトキラー、ナイトキラー、マジか。それはそれでちょっと怖いな。ハンターボレー、やはり弓兵を倒すか。クリティカルにかける。よしよしよし。ってことはやっぱりちょっと怖いから、アルムを前に出すか。ここに出そう、アルムを。で、王家の剣、クリティカル 30%。 頼む、無理か。いつ当たる。3、全然大丈夫だ。で、こいつらもナイトキラー持ちか。ということはだよ、ジークを1回下げて、グレイのディフェンスがちょっと弱いんだよな。ここはもう防戦でいこう。うわっ、3、怖い。レベルが上がった、よしよしよし。手応えを感じますね。まあ、攻撃力とディフェンスが上がってくれるのはめちゃありがたい。無理か、さすがに無理だよな。どうする、こいつらも特攻だしな。魔法なんて全然届かないよね。いや、これはもうこれでちょっと耐えてもらうしかないな。ターン終了でいいや。とりあえずグレイ狙いか。かわしてくれてる間は助かるな。あれ、手やり、手やりですかい。あいつはどこに帰っていくの。回復ポイントなんてある。ベンデッタ、名前はかっこいいね。頼む、クリティカル出ろ。無理か。あ、ここら辺が補給ポイントなんだね。逃がしたくはないな。でもアルムでまずこのナイトキラー持ちを倒そう。
僕は負けない。さすがにルドルフの配下だけあって強い。テアリー、ナイトキラー、そうすると少し攻め込むか。グレイを出そう。クリティカル 57% 頼むぞ。よし、来た。おい、はい、おしまい。ツバメ返し。僕も頑張らなきゃ。で、手やりを取り囲もう。マチルドでやった方がいいかな。クリティカル 22%。 まあちょっと期待はできないけど、いいね。おい、この勝利をお前に捧げよう。さてさてさて、回復をしていかないとやばいよね。こいつらはただね、逃がしたくない。倒す。逃がしはせんよ。あいつには負けねえ。で、回復できるよね。とりあえず白魔法リカバー。で、こっから届くか。サンダーが届くね。よしよしよし、オッケー。悔しいでしょ。で、ティータはティータでリブロをかけよう。マチルダだね。レベルアップ。よしよしよし。ちょっと強くなったと思わない？ディフェンスが少なすぎる。リザーブってなんだ。で、リカバーをジークにかけましょう。ほい、ジョルカ進ませるか。まあ当たらない位置に置こう。クレアも一応ちょっとこっちの方に行くか。左のやつを排除したいからね。さてさてさて、ナイトキラーで行くか。うわ、マジか。かわされたか。そっちもかわしたけどちょっと危なかったな。なんかオッケーオッケーオッケー。動きが手に取るように分かりますの。よし、排除完了。どうする、どう攻める。ロビン、まあ、こっからチクチク当てようと思うんだけど無理か。進めるだけ進んでいきますか。マチルダを前線に出して、ようやくちょっと前線が落ち着いてきたけど、こっちにまたいっぱいいるからな。なるべくね、なんかこう遠くから攻撃したいんだけどさ、アルクバリスタとか届かないかな、ここら辺から。こいつをね、逃がしたくないんだよね。うわー、回復に入ったのか。やりおるわ、戦術的に。ここら辺から狙える、狙ってこう。もう一歩入ればこいつが邪魔だな。よし、これで終わりだ。さようなら。マナの草いらんわ。で、あとはこいつもぶっ倒したいけど、さすがに遠すぎるか。エフィ攻撃できるね。全然ダメだ、マジで硬すぎる。一応攻撃しとこう2回な。ま、魔術師さえいなければあとはもうこいつらを突っ込ませて大丈夫なはずなんだよな。アルムとか少し移動力が遅い気がする。もうデューテとかもね、ほとんど戦ってないからな。どっかから狙えないかな、魔法で。
あれ左向いてついやさ動かしてないね。じゃあ23も当たった。しかしもう遠距離攻撃してくるやつはいないはずだ。よしよしよし、いいね。なんか強くなってね。スピードが上がってくれるのも助かるし、防御が上がってくれるのも助かる。来たか。しかし待ちずに勝てると思うなよ。硬い、マジで硬い。おお、すっげえ。防御力若干弱いか。でも何手やり、痛い。勝って、本当に勝って。バロンとか、大丈夫か。そうするとちょっとクレアをこっちの方に出そう。でここは食らわない位置だよね。そこからエクスカリバーが当たるね。倒そう。命中率 100% 確実に倒す。これでどう？やれ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 だぜ。強いんだね。でティータで、リブロを使う。リザーブって、あー範囲内の味方か。すごいねそれは。ただ全回復にはならない。なるべく当たんないところからしよう。ちょっと減らすか。マジで勝ってかなこいつら。でこいつも回復に入りたいけど無理か。マチルダ前線に出して大丈夫だよな。強いね。28か、結構減るね。1回ちょっと、あれどこだ、ここか。外に出そう。でこいつはここから狙える。まあ、ちょっとでも減らしておきましょう。ほらほら、ガシャコンガシャコン持ってくるね。で魔法で狙える位置がいいんだけど、サンダーここだって食らわないよね。よし、アロー倒せる。行こう。叩けるときに叩く。すさまじい衝撃だ。俺は信じてたぜ。で、ま、ちょっと事故死するのが怖いからな。ハンターボレーとかでこっちの方狙えないかな。狙えないか、さすがに。でここも安全な位置だから、ティータをここに置いてリブローで回復させて、でターンの初めにヒットポイントが5回復するから、それでクリフも回復できるね。あれ動いてちょっと減らしとくか。シャキーンと来い。来ないか。まあ、でも10減らしたのは何気にでかい。バロンに対して、そこからよ。グレイいけるか。ここで決着をつけよう。クリティカルさえ出ればなんとかなるはずだ。お前の力なら。俺に微笑んだぜ。まあ、それはそれでしょうがないけど、マッチルダを出すか。届くと思ったか。でジークで倒せるか。うん、いけるね。かわされた。この程度。よし、アルムとかさ、なんかほとんど役に立ってないよな。やっぱりね、もう少し遠距離を回復できるやつがいればいいんだけど、イリュージョンとか飛んでるやつらはさすがにいいね。
来るかこれジークに。ゴッ、槍。そう、来るがいい。グロー、12。もう一回食らうのか、12を。うう、やばいやばいやばい。回復させましょう。アルム戦わせてみますか。王家の剣死なない。クリティカル率さ10あるんだけどさ大丈夫かこれ、怖えんだけど。すげえ事故るぞこれ。事故るからもうこっから行こう。破人榴弾剣みたいなのを使おう。で回復できるよねリブローで。いけ、これで決める。減る減る減る。ここからリザーブをかけよう。シャキーンと、いいね。回復量はそこまで多くはないのか。これさ、下のやつは無理か。サンダーとかも届かないね。過去もマチルダで攻撃する。いや強いわ、ちょっと待って、マジで強いわ。14まで減らせられる。17、若干か。アルムの近くにいればクリティカル率が若干上がるけど、飛行特攻とか。いやー待てよー、3方向でしか囲めないからね。弓か弓、困った。おお無理だ。ちょっとこいつどかして。おお、いいね。感覚が研ぎ澄まされています。そこから狙う。ルッドルフー、ぶっ倒す。よしよしよし、これはもうマチルダに倒させるか。ちょっと待って、11レベル5レベル、11レベル、まあ、こいつは無理だからジークに倒してもらおうか62% ってさ、これさ本当大丈夫か。ほら、それで良い。天使の指輪。見事だ我が息子よ。何？我が友埋線に託したのはやはり間違いではなかったな。息子、友、一体何の話だ。もはや気づいておろう。お前の本当の名はアルバイン・アルム・ルドルフ。私のただ一人の息子なのだ。僕が、あなたの息子？嘘だ。何を根拠にそんな。うろたえるな。アルムよ、今はもう多くを語れぬ。ただ最後に一つだけお前に頼みがある。頼み？ミラを封じたあの聖剣ファルシオンでドーマを、邪神となり果てたドーマを倒すのだ。頼んだぞ息子よ。待ってくれ皇帝ルドルフ、あなたは本当に僕の父さんだったのか。だとしたら僕はなんてことを。
の小僧はもうじきここへドーマ様を討ちにやってくる。パルシオンもないというのにご苦労なことだ。アルムがここに。お願い、アルムには何もしないで。私の魂があれば十分なんでしょう。おお、ではドーマ様に魂を捧げるというのだな。はい、捧げます。ドーマに私の魂を捧げます。だからよかろう。では来るがいい。抽選を達成。これで4章は終わりかな。あれこの中に入れってこと。じゃあこのままちょっとリケル城内部にも行っちゃいますか。リケル兵。お帰りなさいませ、アルバイン王子。ぎこちなさすぎるだろ。ルドルフ2世陛下、万歳。あ、間違えた。調べよう調べよう。なんかある？なんもなさそうだね。じゃあ奥に行きますか。中央ホール。お帰りなさいませ、アルバイン王子。私はルドルフ皇帝の親衛隊長マッセナ。陛下からは全てをお聞きしております。敗残の兵をまとめてお待ちしておりました。全て、全てってなんだよ。僕がルドルフ皇帝を、自分の父親を撃つことも、全て決まっていたとでも言うのか。その問いに私がお答えすることはできません。どうかあちらの王座でマイセン様のお話をお聞きください。マイセン、じいさんがここにいるのか。別件の前、まずはちょっとこの兵士と話そう。ルドルフ皇帝がミラ神殿を襲った時、私も同行しました。ミラを封印するために用いた聖剣ファルシオンは、普段はドーマの塔の地下にある宝物庫に安置されているのです。まあ、あの後どうなったかは定かではありませんが。ここはなんかありそうだね。調べよう。これは？鋼の槍とか。そうそう、あんまいらないからね、こういうの。売っ払って金にしよう。これも鋼の剣。こんなもんかな。じゃあ奥に行きましょう。マイセンと会話するとなんか終わりそうだな。特に何もないか。じゃあマイセンと話しますか。来たか、アルムよ。じいさん、これはどういうことだよ。ルドルフ皇帝が僕の父さんだなんて。アルムよ、驚くのも無理はない。だが確かにお前は皇帝ルドルフの一人息子、リゲル王家の血を引く正当な後継者なのだ。ひどいよ、じいさんは何もかも知っていたんだろう。知っていて僕に父さんを。落ち着くのだ、ハルマ。そうだな、どこから話せばよいものか。お前も知っての通り、このバレンシアはミラとドーマという神々によって北と南に分けられておる。だが彼らはあまりにも人に深く関わりすぎた。神が狂えば人も狂い、神が滅べば人もまた滅ぶ。それが今のこのバレンシアの姿だ。なんだって、神が滅ぶ。ああ、ルドルフはそれを以前から察知しておった。ドーマの狂気はその滅びの前触れだと。しかしそこにアルム、お前が生まれた。聖魂を持つ者がバレンシアを救う勇者になる。
そう予言を受けたルドルフはローマ教団の手からお前を守るためその存在を隠しソフィアに住む私に託したのだ。その時のルドルフの顔は今でも忘れられぬ。それからだ、ルドルフが変わったのは人が神の力によらず自ら生きる力を取り戻すため神の秩序の破壊者となり憎しみをその身に集めようとした。やがて人々は彼を倒すために立ち上がるだろう。それが愛する我が子であればこれ以上の喜びはない。ルドルフはそう言っておった。そんな、父さん、父さん、泣くなアルムよ。お前はルドルフに託された使命を成し遂げねばならん。お前が倒すべき真の敵はローマ、そしてその狂気に支配されバレンシアを手中に収めようとしているジュダ率いるローマ教団だ。急がなければセリカの身にも危険が及ぶかもしれぬのだぞ。そうだ、セリカ、セリカはミラを救うためにローマの元へ行ったんだ。この城の地下通路はローマの神殿へとつながっておる。さあ行け、アルム、邪神と化したローマを闇へと戻すのだ。マイセンが仲間になりました。勝手に仲間になってきたね。いつも選択肢があんのに。己の生い立ち、マイセンとの修行の日々、全ては父皇帝ルドルフの遠大な計画であったことを知ったアルム。しかし聖魂の子の宿命は彼に立ち止まることを許さない。父を手にかけた悲しみを胸にアルムは最後の戦いへ身を投じていく。全ての元凶邪神ローマを倒しバレンシアをその手に取り戻すために、そして今まさにローマに身を捧げんとするセリカを救うために。多分これで4章が終わりますので今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。では次回は多分5章から始まると思いますので、そこからやっていきたいと思います。